ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、現在開催中の、こちら、フリーテルの週末タイムセールというのをご紹介したいと思います。こちらは、OCN モバイルワンとの同時購入で、フリーテル製のスマートフォンが、通常価格よりも安く購入できるというセールです。期間としては、現在開催中で、終了が2018年5月28日、月曜日の10時までとなっています。具体的にどのモデルが安く購入できるようになるかということですが、今回のキャンペーンの対象となっているのはこの2つのモデルです。昨年から発売されているライジンとフリーテルの新型モデル、レイ2デュアルです。ライジンについてはバッテリー容量が 5000mAh という大容量のバッテリーが特徴のモデルです。一方のレイ2デュアルはフリーテルとして初めてデュアルレンズカメラを搭載したカメラにこだわったモデルとなっています。価格については、ライジンの方は通常24,800円なのが4,800円、レイ2デュアルは29,800円なのが9,800円と、それぞれ今回のキャンペーンを適用することで2万円オフで購入できるようになります。このキャンペーンは先ほどもご紹介した通り、 OCN モバイルワンとの同時契約になります。ですので、現在別の SIM カードをお使いの方の場合、追加でこのキャンペーンを申し込んでしまうと、月々の出費が増えてしまうという欠点はあります。ということで、今回は5月28日月曜日まで開催されているフリーテルの週末タイムセールをご紹介しました。注意点としては、先ほどご紹介した通り、 SIM カードの同時契約が必要になるというところです。また、ここ最近 ASUS から新型の Zenfone 5も SIM フリースマホとして発売されました。そして、もうしばらく待っておくと、シャープからも新型の SIM フリースマホ、アクオセンスプラスが発売されます。よりスペックの高い SIM フリースマホを購入したいというのであれば、今回のキャンペーンでレイ2デュアルなどを購入するよりは、Zenfone 5や今後登場予定のアクオセンスプラスなどを狙った方がいいかと思います。また、今回のキャンペーン、最大の目玉商品は、やはりフリーテルの新型モデル、レイ2デュアルだと思いますが、レイ2デュアルは、確かに写真性能はとても高いスマートフォンなんですが、動画についてはオートフォーカスの問題があります。このオートフォーカスの問題というのは、常にオートフォーカスが迷ってしまい、動画撮影時にピントが合ったり合わなかったりを繰り返してしまうという問題です。ですので、写真メインで購入するのであれば何も問題ありませんが、動画撮影をメインでフリーテルレイ2デュアルの購入を検討されている方は注意が必要です。また今後もこういったキャンペーン情報がありましたら、別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。